二の腕マイナス4センチ、テレビ見ながらスマホ見ながら早速始めていきましょう。まずは手を後ろにパタパタしていきます。姿勢は正し、肩甲骨を寄せるイメージで腕を後ろにパタパタと30秒間続けていきます。長時間のパソコン作業、スマホの操作で固まった腕、肩をゆっくりとほぐしていきましょう。残り10秒、辛い方はゆっくり自分のペースで大丈夫です。3、2、1。続いてはお尻の後ろで手をくるくると回転させていきます。仕事や勉強、同じ姿勢で過ごすことが多いかと思います。しっかりと腕、肩を回し、綺麗な体のラインを作っていきましょう。疲れた方は休んでも大丈夫です。残り10秒、頑張りましょう。3、2、1、OK。 続いては手を後ろで組んで肩甲骨を寄せるイメージ、上下に動かしていきます。きつい人はゆっくり自分のペースで大丈夫です。背中、二の腕に効いてるのが感じられれば OK。 呼吸も忘れずに続けていきましょう。残り10秒、続いてはバンザイをするように上下に手を大きく動かしていきます。普段腕を上に上げることがなかなかないので筋力が低下していきます。今日はしっかりと上下に動かしていきましょう。遠くの人に手を振るようなイメージで大きく動かします。残り10秒、呼吸も忘れずに。3、2、1、OK。 続いては拳を作り肩を叩くようなイメージで動かしていきます。腕の位置をなるべく後ろにしてみたり向きを変えてみたりすると腕が伸びてる感覚がわかるかなと思います。ゆっくり自分のペースで大丈夫です。休んでも大丈夫。残り10秒、呼吸も忘れずに動かしていきましょう。3、2、1、OK。 次は平行を保ったまま腕を横に伸ばしていきます。腕の高さが変わらないように平行を保ちます。ゆっくりで大丈夫です。スピードを上げすぎると後半きつくなる動きなのでゆっくりで大丈夫です。高さが変わらないように続けていきます。残り10秒、3、2、1、 OK。 続いては手のひらを上下、何かを持ってるようなイメージで滑らかに動かしていきましょう。上、下、上、下、滑らかに自分のペースでゆっくり動かしていきましょう。結構きつくなってきたかなと思います。自分のペースで大丈夫、休憩しても大丈夫です。少しずつ慣らしていきましょう。3、2、1、 OK。続いてお尻の後ろで荷物を上げ下げするようなイメージで動かしていきます。だいぶ辛くなってきたかなと思います。ゆっくり休憩しながらで大丈夫です。すごく二の腕に効いてる感じがあると思います。休憩しながらでいいので続けていきましょう。残り10秒、あと少し。5、4、3、
3、2、1、お疲れ様でした。また明日も一緒にやっていきましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。